皆様、こんにちは。CFO の佐藤でございます。今日はよろしくお願いいたします。まず、四半期業績、過去のトレンドをご覧いただいています。4月1日に経営統合をした後、順調に売上高、収益とも改善していると。 いうところでございます。この第一四半期につきましては、かねてご説明しているように、UK が今まで3ヶ月遅れの連結をしてございましたけれども、今年度末に国際会計基準 IFARS の方にコンバージョンするために、この第一クォーターで6ヶ月分の売上高を計上してございます。それを除きましても、 増収、それから増益というのが現状のトレンドでございます。では、業績のサマリーでございます。少しビジーな表でございますけれども、この表で日本会計基準ベース、そして国際会計基準イ f ァ r s ベースのプロフォーマーについてご説明をさせていただきます。 第一クォーターは、売上高、日本基準ベースで446億円、営業利益で10億2400万円、経常利益で12億7700万円、EbitDA では32億5300万円、市販機利益が8億4300万円でございました。この営業費用の中には、のれん、 の焼却あるいは無形固定資産の焼却 PPA でございますけれどもそういうものが大きく入ってございます、えー、年間予想の進捗に対してもそれぞれ順調に進んでいるということがご覧いただけるかと思います右の方に目を転じていただきますと国際会計基準ベースのプロフォーマーの数字が出ています まず、売上高につきましては、先ほど申し上げましたように、日本基準、UK が6ヶ月分入ってございますので、その初めの4月から6月分を除いています。木連れ分を調整して、362億9700万円です。営業利益につきましては、国際会計基準では、のれんの消却がございませんので、その分が11億円プラスされます。 それから、雇用調整助成金。予算上は入れてなかったんですけれども、まだ延長されてございますので、これは誇張金だけではないですけれども、例えば障害者雇用の助成金なども入っていますけれども、それが3億円。これ日本基準ベースでは営業外収益になっています。その3億円。それからその他の組み替えなどで、営業利益は27億4800万円。 当期利益が20億4500万円でございました。当初の想定の業績予想に対しては、利益計が30%以上と、順調なスタートを切ることができました。ご案内のとおり、PPA、無形固定資産の償却はこの1級で終わりでございますので、第2四半期からは5億円ベースアップがされると、利益のベースが上がると、 というご理解を賜れれば幸いでございます。なお、下期にかけてですね、先日発表いたしました BY25、中期計画の目標達成に向けて、さらに採用投資をしていく、あるいは PMI を推進していくということを想定してございます。後で詳しくご説明します。次に、セグメントの情報でございます。 全市販期前年度の第4クォーターから、夢新グループを統合してございますので、そこで若干トレンドが大きく変わってございますけれども、全市販機比で考えますと、総じて好調に推移をしてございます。中ほどの E ビタの特に建設領域でございますけれども、建設領域については若干減益をしたように数字上は見えますけれども、 え、これ、雇用調整助成金が第四四半期昨年度の第4四半期に比べて2.3億円、この1クォーターは減っています。え、加えまして、あの、旧イメシンホールディングスさんの、お、んて言いますかね、お約束であったストックオプションがございまして、この建設関係のところでですね、それが条件をクリアいたしましたので、ストックオプション関係の費用1.8億円が ここに加算されてございます。従って、実質上は増益でございます。それを除きますと、このイビッターの売上高に対する比率は20%を超えるという状況でございます。次に行きます。建設も含めたエンジニアの職種別の稼働数、業種別の売上高をお示ししています。 左の円グラフ、稼働社員数が14,805名ということで、全市販機費252名増えています。これ在籍エンジニアは35人しか増えてございませんので、まあ、稼働率が上がっているということでございます。ご覧いただきますように、IT エリア、機械電気電子エリア、建設エリアと非常にバランスの取れたポートフォリオでございます。 業種別売上高についても、ここの右の棒グラフにお示しした通りですけれども、情報通信、メカトロ、建設とバランスが取れた構成となってございます。また、戻してください。また、あの、統合後の、統合して半年が経つわけですけれども、こう、事業会社間のシナジーというのが、あの、今努力しているところでございまして、 え、転籍採用営業協力等によって、え、配属実績が150人いる。え、それが、あ、社員在籍数があまり伸びていないけれども、稼働数が伸びているということの背景でございます。では、セグメントの中で、え、記と、ま、IT セグメントについて、え、ご説明をいたします。はじめにトレンドでございますけれども、まあ、売上高につきましては、 全市販機費でほぼ横ばいでございますけれども、EbitDA 利益につきましては稼働率の改善によって増益になってございます。社員数と稼働率等でございます。左の表では、社員数があまり伸びていないということがわかると思います。今、インテグレーションの最中でございまして、先ほど来ご説明しているように、 効率化のために稼働率を上げる努力をしてございます。結果、全四半期に比べて0.5%ポイント稼働率が改善しまして95.1%でございます。なお、弊社、未経験者を採用して経験を積ませて配属していくというビジネスモデルを取ってございますので、 この9月末で IT の研修生が125名おります。それを分母から除きますと稼働率は96.3%というふうになってございます。また右側の方に採用数と退職数を載せておりますけれども、昨年の第4クォーターは新卒が360人入っていましたので、そういうふうにご覧いただきたいと思います。 えこれ、インテグレーション、ポストマージャーインテグレーションを今進めておりますので、その進捗度合いによって、この下半期に向けて採用活動をさらに活性化する予定でございます。えー、次に、単価ですね。月額請求額及びその単価別のまあ稼働割合というところでございます。えー 前回第4四半期までは旧 b 側、旧 y 側というふうに単価分けてましたけれども、もう一緒の会社ですので、まあ一緒に考えましても、大体5000円ぐらい単価が改善しているというところを見て取っていただけると思います。次。稼働日数と残業時間ですが、稼働日数につきましては、まあ季節要因もありまして、 あるいはあのコロナのワクチンの接種とかでまあ稼働できないという日もあったように聞いていますので、まあそういう関係で0.2日減でございましたあ。残業時間はほぼほぼ横ばいでございます。あーイヤーオンイヤーで比較しますと、まあ前年の第一クォーターというのはコロナでまあ大変だった時でございますので、まあ、稼働日数は 2, 2日弱増えているということでございます。 次に IT ソフトのの請求額と単価別の稼働割合です IT につきましても請求額は着実にこれ1万5千円上げることができました今後も採用それから研修配属のバランスをとってですね単価の上昇を目指していくところでございます次に建設セグメントでございます この建設セグメントは、国交省の建設投資見込みによりましても、22年3月期は昨年に比べて3%ぐらい投資が増えるというふうに見込んでございます。うち民間部門では3.2%の増を見込んでございます。そういう背景もございまして、稼働者員数が大きく伸びた結果ですね、全年の 第4クォーターから比べると増収になってございます。先ほどもご説明しましたけれども、まあ利益につきましても、補張金とかストックオプション費用などを除けば実質大きな増益になっているというところでございます。この表では社員数と稼働率等々を表してございます。先ほど来ご説明いたしましたように、 これ統合のデューデリジェンスをやっている頃からですね、エンジニアのフォロー体制を強化していこうという話をしています。えーまあ、こういうことによって退職率は着実に改善をし、稼働率もオペレーションの改善によって随分上がってきています。それが大きな増益の背景でございます。えー、懸念されていた退職率につきましてもですね、 これ過去1年の退職率でございますけれども、この第一四半期では21.7%まで改善してございます。実は私もこの半年いろいろな社内の事業の勉強をしていまして、この退職者の傾向というか属性を見てきましたけれども、実はこの退職の中には、ゼネコン様に社員を転籍させる。 フィーを取って転籍させるということもございまして、えー、この過去1年では150人ぐらい転籍をしているというのも入っています。そういうところもですね、あのー、次回はあこの退職の意味とかいうところも分かるようにお出ししていこうというふうに考えています。えー、はい、次。 これが、あの、月額の請求額と我々の年次別の社員のポートフォリオになります。月額請求額は、ま、着実に今、少しずつ改善しているというところでございます。それから社員のポートフォリオにつきましても、今、あの、社員の増員ということを計画してございまして、着実に基幹社員も増えている。大変バランスの取れた、 年次割合ポートフォリオになってきたんではないかなと、いうふうに考えてございます。稼働日数、やはり季節要因で若干減っています。一方、残業時間については、まあ東京五輪後の、まあ影響もあるとは思ったんですけれども。まあ、そんなに減ってない、むしろ増えたというのが残業時間でございます。すなわち、あの建設マーケットの需要が非常に強くなっていると。 ということを表しています。次に製造セグメントでございます。ここは契約単価は上昇しているんですけれども、やっぱり稼働日数がまあちょっと減りまして、若干の減収減益になってございます。 稼働日数が、これ、2.2日減っています。1日で大体いい4000万円のインパクトは利益インパクトがございますので、それだけで8000万円ぐらいインパクトを受けていると。まあ、8000万円以上インパクトを受けているということでございます。えー、次に業種別の売上高。ここでお示ししましたように、一番下のところ、輸送機器の割合若干減っています。 もともと私ども、業種別ポートフォリオを分散化する政策でやっておりますので、そんなにこの輸送危機関係は多くはないんですけれども、やっぱり半導体の供給不足に伴う生産調整、少しやっぱりインパクトを受けたなというところでございまして、それがまあ残業時間にも稼働日数にも現れているというふうに考えてございます。 したがって、技能社員数もですね、全四半期と、まあ、全くの同数、単価は若干上げることができたと。稼働日数は2.2日減ったというのが、この第一クォーターの状況でございました。次に、海外セグメントでございますけれども、これもトレンドをまずお示ししています。 先ほど来ご説明していますようにこの第一四案期は6ヶ月分入っていますしたがってまあこういう数字になっていますけれどもめ着実にまあ利益が出るような体質にはなってございますこれがあ海外といっても UK ですね、まあ、ほぼほぼ 99%UK ですので UK の売上構成比です 私ども、私が着任以来、そのポートフォリオの入れ替えによって収益率の改善を目指していますということを申し上げています。その一つとして、大型トラックドライバー派遣事業が、この第一四半期から開始されてございます。この事業を、まあ、組み入れた時の母体となっているところは、まあ、売上高が12.8億円で、利益が1.1億円。 え、マージン率が8.5%とあったんですけれども、この第一四半期売上高が5億円弱ですね。営業利益が5000万円。え、利益率が10%というところで、え、入ってきました。え、イギリスでは、まあこれ世界中、とにかく、あの、大型トラックドライバーの需要が非常に強くて、え、今、好調に推移しているところでございまして、こういうところなども含め、 今後もポートフォリオの入れ替えに努力をしていこうというところでございます。バランスシートでございます。バランスシート、総資産が1238億円、純資産が925億円という状況でございます。これは年度末決算のご説明をしたときにも申し上げましたけれども、今年度末に ああの国際会計基準 IFARS へのコンバージョンを控えてございますので、そのコンバージョンの際に、まあ、開始バランスシートの上で、こののれんが評価されることになります。おそらく100億円以上減ると思います。えー、この無形固定資産の中で、うち PPA というのがあの、先ほど統合に関わる5億円はもう終わりましたと言いましたけれどまだ11億3900万円残っています。 これは昨年度買収したアロートラストシステム、これ14年焼却だったり、イギリスの会社が2億弱、これ5年焼却だったりというところが若干残っているというところで、予期以降の業績に大きなインパクトがあるものではございません。自社株買いの状況でございます。前回、自社株買いを40億円、400万株を上限として、 取得しますということを申し上げました。9月末現在で、約32%、12.7億円取得させていただいております。残りまだ27億円でございますので、10月中はですね、この役員に対する上渡制限付き株式の交付を行いましたので、リスクを避ける意味で、自社株買いの一時ストップしてございましたので、 残り27億円、これから、今、現在、毎日、粛々と、あの、取得しているというところでございます。今回は、財務数字、あるいは、KPI のご説明が主でございましたけれども、第2四半期の決算説明会、上期の決算説明会では、西田 CEO から、 先日年度末決算の発表の時に申し上げた中継の進捗状況、まあそれから KPI、特にまあ非財務的指標の KPI なども含めてですね、ご説明させていただく予定でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより質疑応答の時間といたします。画面左の質問するのボックスより。 テキストにて質問をお送りください。いただきましたご質問をこちらでお読みいたします。それではご質問はいかがでしょうか。それでは質問を読みいたします。業績予想に対して順調な進捗に見えますが、第2クォーター以降も市場は回復フェーズにあるという認識でしょうか。というご質問です。お願いします。 はい、あの、第2四半期、現状もですね、あの好調に推移しているということでございます。えー、もしかしたら、あの、社員数があまり伸びていないではないかというご質問もあろうかと思ったので、合わせて申し上げますと、現在は、あの、私の説明、何回か聞いておられる方は、旧イメシングループの方の稼働率があまり良くないということをまあ申し上げたという、 記憶があると思うんですけれども、今そういう中でですね、こう、インテグレーションの過程で、えー、さ、先にですね、稼働率を改善していくという取り組みをしてございましたので、あの、見かけの在籍社員数というのはそんなに伸びていない。しかしながら稼働率を上げて稼働社員数を増やしているという状況でございます。これで、さらにあの、PMI が進行してですね、えー 新規採用も活性化をさせていく予定でございますので、えー、もうちょっと業績が伸びていく、まあ、一方、当然、採用するためにはお金も使えますので、まあ、その辺のバランスが大事かなというふうに考えてございますすす基本的にはは市場は順調ででありがとうごございます次のご質問です。 17ページで、えー、建設の退職率がイヤオンイヤーで約10%改善していますが具体的にどのような取り組みを、えー、しているのでしょうかというご質問です、お願いいたします、えー、これはあの説明の中でも申し上げましたけれども、まあ、エンジニアのフォロー体制を専任に行う部署も作りました少なくとも1週間に1遍各現場に派遣しているエンジニアとコミュニケーションを取ると。 いうような施策をしているということが一つ目。それから二つ目は、あの、お客様のこのアカウント制ということを引いていまして、あの、大手のゼネコン様はですね、あの、先ほど来、あの、転籍もあるんですということを申し上げましたけれども、転籍をするときに必ずフィーを払っていただく形で、すなわち、ていうかな、その、建設業界の入り口になっている当社側面もございますけれども、 中小のゼネコンさんはあの、ちゃんとそういうことをやらずにあの取ってちゃうというところもあるんですけれども、そういうところの監視などもです、ねまあ、しっかりやっていくようになっているということが背景にあると思います。あと、不可抗力といいますかね、あのとしては、コロナ禍で、まあ、辞める人が少なかったということも、まあ、一面あるかとは思いますすありがとうございます次のご質問です。 採用の状況についいてて教えてください職種ごとの採用のしやすさ、しにくさ特に IT エンジニアは同業他社や SIR のほか事業会社やメンチャーでもかなり需要が強いので採用単価は上がっていますでしょうかというご質問です。経験者を取ろうといたしますと着実に単価はあ実は上がっています。 当社の場合は未経験者を軸にとって、それで未経験者の中にはもちろん新卒も含みますけれども、それで育成をしていくというビジネスモデルですので、私どもとしてはグループ全体の採用単価は今、上げていません。むしろ去年のイメシングループ全体の採用単価パーヘッドに比べると、B、BNEX グループ一緒になりましてですね、採用単価は少し下がっているという状況です。 あのー、これからはちょっとまだわかりませんけれども、まあ、ちゃんとコントロールしていくという状況にございます。ありがとうございます。次のご質問です。本格的に社員数を増加させていく時期、採用強化に本腰を入れる時期はいつ頃になるでしょうか。というご質問です。お願いします。はい、あのー、今社内でもですね、この下期に向けて、あ、もっと言うと、その下期を踏まえて。 BY25、中期計画は、私ども計画という数字と、実際の目標という数字を2つ出しました。計画という数字はコミットメントですと申し上げました。で目標に向かっていきます。そういうことを、この上半期の実績、あるいは実績見込みをベースに再検討をしている最中でございまして、下半期にかけては、もう少し採用投資をかけてですね、 社員数を増やしていこう上半期はまだこのインテグレーションを軸にやっていこうまあ、そういうふうに考えています若干もちろんずれるかもしれませんけれどもまあ、そういうふうに考えているというところでございますありがとうございます次のご質問です統合から半年経ちましたがシナジーが出ている点事業運営上障害や課題になっている点があれば教えてくださいお願いします 先ほどあの、シナジーとして、あの、転籍採用協力などで150人にできましたということを申し上げましたけれども、まだ組織的にあの、本社部門以外はそんなにいじってないんですけれども、まあ、育成のところは一元化した、あるいは採用などにも協力をしていくという体制をすでに作り上げてございます。そうした中で、 この配属実績が150人いたというのは、まあ大きな成果ではないかなというふうに考えています。障害になっているところはですね、あ実はあ,ありませんね。あの、私は非常にうまくいっていると思っています。例えばその IT 系で言ってもその採用連絡会だとか、まあ、配属連絡会、育成連絡会みたいなもので、まあ、各社がこう集まってさまざまな協力をし合うという、 体制ができています。そういう中からあのまあ、A カンパニーから B カンパニーに転籍をして、えー、お客様のところに採用できたというケースがこの150人でございますので、まあ、そういうシナジーの効果は上がっているというふうに考えています。ありがとうございます。次のご質問です。第2クォーターから PPA の費用合計がなくなり、今後も稼働率や残業時間が改善するのであれば。 通期48億円の利益計画は、上振れ余地が大きいように見えますが、第2交代以降の費用増やリスクなどは織り込んでいらっしゃるでしょうかというご質問です、お願いします、はい、あの日本基準ベースの数字でご質問されていると思いますけれども、あのまだ100%あのコミットできるわけではないですが、私の個人的な見,見,見方としてはですね、 この48億円の日本基準の営業利益というのは確実に上回るだろうと思っています。実は私の頭の中も i f ァ r s になってまして i f ァ r s の90億円というベースで考えますともう100億円を下ることはないんじゃないかなと私個人は思っているところでございます。ここに書いたように採用投資とか PMI の推進ということをさらに予算外の費用も使う予定でいますけれども それを吸収して今言ったような状況にあるというふうに考えています。ただあのまだあの百パーセントコミットできませんので、もうちょっと時間が経ったらあの修正を出すかもしれません。はい。ありがとうございます。次のご質問です。製造業の残業時間の今後の見通しについて、生産調整の回復時期などえ教えてくださいというご質問です。お願いします。 はい、あの製造業についてはです、ねあの、あまりそんなに大きなインパクトは受けないかなと思っていたんですけれども、やはりあの稼働が止まっちゃうということではなくて、まあ、1週間、5日だったのをまあ4日にしているお客様とか、3日にしているお客様とかっていうのが現実にございます。 でそれが今、今の計画ですと、見通しですと、この第2四半期までは、もしかしたら続くかなと考えています。もちろんその分、の他の製造業のお客様に人員を振り分けていくわけですけれども、それがうまくいかなければ、もうちょっと横ばいが続くかなというふうには、セカンドクォーターまでは続くかなというふうに今、思っているところです。 ありがとうごございますす次のご質問です第1クォーターの E ビッターその他調整額は4.5億円と、基礎計画の33億円に対してだいぶ低く見えますが、特殊要因や今後大きく増える要因などはあるのでしょうか、それとも四半期5億円くらいがベースと考えてよいでしょうか、お願いいたします。ここのののの億円とというのはこの多分1級のイビッターをおっしゃって たのかなともも、思いますけれども、えー、したがってこれからのいびったのベースっていうのはこれよりも若干多いのがベースになって、えー、そのさらにあの採用投資だとかあのインテグレーションのために使う費用というのが若干マイナスされるということでここから大きくあの減額になるということはまあないのではないかなという感触でございます。ありがとうございます。 次のご質問です。建設部門の二十三年、二十四年の見通しがあれば教えてください。東京や九州で再開発が増えてくると思いますが、御社の見立てをお聞かせくださいというご質問です。お願いします。はい、あのー、建設需要のそのさまざまなプロジェクトが今あの起こってきているという認識であがございます。したがって今あの本当に引く手はまた あの状況になるという見通しを持っていまして、えー、まあ稼働率96%まで上がりましたけれども、これからちょっと採用にこうドライブをかけていかないと、お客様、あるいは建設業界の需要についていけないんじゃないのかなというぐらい需要が強いという認識がございます。あの 今まで、あの、退職率も非常に高かったので、あの、それをまず改善させていこうというところも、まあ、あってこういう数字なんですけれども、これからは、若干ポジティブにというか、あの、アグレッシブにまあ投資をかけていく、すなわち、ま採用していかないと、建設需要に追いつかないというふうに考えてございますので、この稼働率とのバランスでえもうちょっと伸ばしていければなというふうに考えているところです。強いです。 ありがとうございます。次のご質問です。補正金は第二交代以降も多少は出そうでしょうかというご質問です。お願いします。はい、あの補正金はあの私今年度の業績見通しをお話しする際に今見込んでいませんということを申し上げたわけですけれども、実際にはあの第一四半期ではあまあ三億円ぐらい。 これってあの障害者雇用の助成金も入っていますので実際、補償金はあの2億弱なんですけれども、えー、これはあの3月まで、えー、延期をされましたので、えーまあ、2億も入るかどうかは別にいたしましてあの3月までの第2クォーター第3クォーターは、まあ、1億円ずつぐらいはあるかなというふうには思います、えー、3月で一応今のところ打ち止めになっています。 ありがとうございます。次のご質問です。製造で半導体不足の影響はいつまで続くとお考えでしょうか。起電 IT では半導体不足の影響はどれだけ受けるでしょうかというご質問です。お願いいたします。はい、あの製造での半導体不足の影響というのは実はもう予算を作る段階ではある程度見通し調をしていましたので、あのこれ、えー、前年の 4級比でいくと悪化しているように見えるんですけれども、まあ、実際にはそうなんですけれども、社内の,その計画上はこれ予算が達しているんですね、でまあ、そういうことを見込んでいるので、あの全体の業績へのインパクトは全くないということが二つ,つ目、それから機伝の IT のところでもその半導体不足での,その影響というのは、あの開発のところではほぼほぼないんですね。むしろあの半導体会社様がの デマンドが非常に旺盛なので、むしろあの増える環境にあるというところでございます。開発と製造は若干違うかなというふうに思います。ありがとうございます。次のご質問です。建設技術者の平均的な派遣契約期間を教えてくださいというご質問です。お願いします。え建設というのはあの工事現場にあの派遣される施工管理技術者でございますので、だいたい一年。 弱ぐらいがベースになるかなとまいうふうに思いますありがとうございます次のご質問です EBITDA の調整額の第2クォーター以降の見通しについて改めて教えてください通期の計画では33億のマイナスとなっていますが第1クォーターでは少ないように見えますというご質問ですお願いいたします ああのおそらく先ほどの,あのご質問された方の33億とこの33億は多分同じことをもあのおっしゃってるのかなと思います。あの年初の見通しで33億でこの第1クォーターではまあ5億弱ですので、えー、ずいぶん少ないなということからのご質問かと思いますけれども、えー、実際にはあの33億も出ない。 予定でございます、えー、この1クォーターの数字のままいくとは思いませんというのは先ほど申し上げたようにそのインテグレーション関係のことをさらにこう前倒しでやろうと思っているものがございますので、えー、若干増えるとは思いますけれども33億円にはならないと、まあ、いう見通し30億円もいかないかなという見通しでございますこれをもちまして質疑応答の時間を終了いたします。 大変多くのご質問をありがとうございました最後に佐藤 CFO よりご挨拶をいただきますお願いいたしますあ、今日は本当にあの長い時間ありがとうございましたあ、またあのワンオンはオンラインだと思いますけれどもいろいろなあの機会、えー、お話しすることができると思いますので、えー、何なりとお聞きください基本的には今順調に推移しているというところでございます今日は本当にありがとうございました